ジェリーコールデザインの代表加藤さんのところにお伺いしております。お世話になります。ちょっとアマネカカスタムの、はい、機能などですね、はい、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。このアマネカカスタムなんですけども、今までのアマネカシリーズのフリーサイズという特徴を生かしながら、なんとデザインも変えられるという特徴を持ってます。まずですね、サイズの買い方なんですけども、この外側のバンドを取っていただいて、こんな感じですね。でここがの線がついてます。でここが文庫から、新書、一番最大英語聞く版というサイズまで対応しています。でこれ今ハードカバーの下町ロケットですね。これハードカバー、大体ここが目印になる。ここでこのように折っていただきます。で、あとはですね、ここはサイドをまた折り込んでいただいて、ここのベロを止めていただいて、このバンドを外側にかけていただければ、はい、これでセットが完了しました。簡単ですね。はい、簡単です。すごい簡単です。この特許を登録されている技術なので、はい、こんな感じですね、はいはい、ですごくこう 薄いです、これは。で、これがまずサイズを変える方法なんですけども、あとこのデザインどうやって変えるのかっていう話なんですけど、これまた取った状態でご説明をしますと、ここがですね、こういう形で、はい、取れるんですね。取れる、はい、それは銅根でついてるものなんですね。そうです、デザインです、はい。これ本体のこの色が4色ありまして、それぞれ買っていただくと全部デザイン違いの柄がこれが2枚ついてます、はい、でこれを今花柄だったんですけど、これを後ろ側に裏側につけていただいて、変わっちゃいますね、はい、こうして簡単ですね。簡単です、簡単です。なのでサイズを変えていただく前にこのリフィルを変えていただくことで、こういう感じですね、ストライプ、はい、変わった変わった、はい、で、またさっきみたいに本のサイズに合わせて変えていただければ全然違う、こうデザインのブックカバーに見える。なので読書の秋のシーズンはファッションの秋とも言いますので、はい、気分を変えて、気分を変えてですね、まあもちろん秋だけじゃなくて、いいね、夏も使っていただける素材になってます、ね、これなんか中に自分の子供の写真なんかも入れられそうですね。そうですね、はい、このリフィルの形に合わせていただければ、ご自分で作ったなんか写真集とかそういうのも入れていただくことができます。で、本のサイズっていうのは、はい、文庫本ももちろん、はい、対応してますよね。そうですね、この文庫本の大きさからですね、新書ですね、そうこういった新書、こういった、これは四六版という形ですね、はい、最大がこういうハリーポッター、これ聞く版というタイプなんですか。これにも対応してる、ね、これも対応できるんですね。あとはこういう漫画ですね、はいはい、この漫画も対応してます。だこれ全部対応できるんですね。でさらにデザインも変えられる。で今回ですね、このアマネカカスタムはここに付箋を入れられるようになってます、うん、なのでポケットがついてます。なので読みたいところに貼っていただいたり、でここにもボールペン差しがついてまして、このボールペン差しはですね、ここに引っ掛けていただくか、ここに差し込んでいただくか、両方選ぶことができるんですね。これなんで両方選べるかというと、ここの高さがサイズによって変わるので、今ハードカバーついているときはここのポケットです。で文庫とかの場合この辺に来るので、その場合はここに差していただく、はい、ことができます。便利便利便利。でさらにですね、このバンドも実は交換がご自身で可能なんですね。なのでバンドが万が一切れちゃったりとか伸びちゃったりした場合は、こうやって
取り外すことができるので、それゴム紐のような感じなのね。そうです、ゴム紐ですね。長く使ってればゴムもね、はい、だんだんこう弱くなってきたりしますからね、はい、でこれあのゴム紐をですね、もともと本体にセットされてるんですけど、それ以外2本予備でついてるので、うん、はい、結構あの長く使っていただけると思います。セットなんですね、はい、こんな感じですね。これあの文庫本にしたとしても、はい、こう小さくなりますから、なんかもごもごしたりするっていう、こうなんかふわっとしたりっていうのは、そうですね、ないですかね。これですね、素材も結構見直して構造も薄くできているので、はい、このすごく薄さが薄いんですよ、はい、なので実際文庫本今セットにすると、はい、で本当これ簡単ですよね。簡単です。このアマネカの構造はセットするのが簡単、はい、この利便性がすごく好評をいただいてます。綺麗なビニール製だから、もうちょっと雨濡れたとしても本体、本あそうです、ね、本体自体が濡れる、はい、濡れないですからね、はい、お手入れしやすい、あすごい薄いです、はい、お本当だ本当だ本当だ、はいはい、で全部あのこの折り線に合わせてこういうなんていうんですかね、罫線がついているので、こういった部分も工夫ができていて薄くなってます、はい、こんな感じです、はい、これ特許もう申請済みで、そうですね、あのこのサイズが変わる部分に関しては特許を取得しておりまして、でさらにこのカスタムできるという構造も今特許出願中でございます。じゃあもう他にはない、他にはないです、ここしかない、ここしかないです。で、まあ、ここのしおりもついているので、うん、このしおりもこう結構便利 で、ね、文庫本とかしおりついてないのが多いんで、これ使っていただけると思います。この中を取り替えられるっていうのも僕気に入りましたね。 ありがとうございます。デザインをね、はい、あまりない構造、そもそもフリーサイズじゃないブックカバーでもデザイン変えられるものって多分ないと思うので、フリーサイズでデザイン変えられるというこう2つの大きな特徴があります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。